ヤッホーマナティーです。今日はこの赤ちゃんとか幼児用の何歳までつけれるのかわからへんけど、あのハーネスっていうやつを買ったので、これを実際にライちゃんに協力してもらって、まあ協力っていうかライちゃんにつけるために買ったんやけど、ライちゃんに実際にどうやって使うのかっていうのをね、あのレビューしてみたいと思います。このさ、あのハーネスってなんか賛否両論あるやん。あの私は、まあ、買ってるっていうのもあるけどさ、賛成派やねんけど、反対派の人はなんかほら赤ちゃんとか子供にさ、こういうこんなんつけてなんか紐つけて引っ張ってなんか犬ちゃうねんからみたいなさ、なんかそういうので反対っていう人もいるやん。で私なんで今回ハーネス、あほら8さんのハーネス、なんでこういうのを買ったかって言ったら、来年一時帰国、ライちゃんと2人で一時帰国できることになって、なんやろ、あのさ、すっごいもう歩きたがるからっていうのと、私一人やから、その荷物とかなんかするときにさ、一人でなんか床に置いて歩かせて、もう1秒2秒でも目離したら、ほらさ、誘拐されたりさ、どこ行ってかわからんようになったりとかするかもしれへんや。で、まあ、普通にあの日常生活とかでもさ、パッてどっか行ってさ、車に轢かれたりとかさ、そう誘拐されたりとか言うよりはさ、これをつけてな、あの、いかんようにした方がいいやんっていうので、興味があってな、実あの買ってみて。で、今回私が買ったこの蜂のやつは全部で31ドルぐらいやったかな。で、なんかマットブラッドっていうところで買った、あの全然知らんとこやねんけど、なんか Google で、調べた時に、あの Google のとこ上に出てくるやん、なんか画像とかショッピングとか、そのショッピングのところで調べて、で私あのこのぺったんこのやつを探してて、で、あのまあ蜂やったか可愛いしと思って、たまたまそこで買ったみたいな感じで、なんでそのぺったんこのやつを探してたかって言ったら、あのこのハーネスを探してるっていう話をしたら、あのついともさんが実際にこういうのを使ってる人がいてアドバイスしてくれて、私最初さ、ここにリュックとかポケットがついてて、ここになんか入れれるやつを探してて、リュックになってるの？そしたらさ、なんか、ちょっと、何、おしゃぶりとか入れれてさ、自分の荷物も軽減できるし、こっちにも荷物入れれるし、みたいな感じで考えててんけど、そのついともさんがアドバイスで、なんか、あの、この何にも入れてないぺったんこやったら、もうここの紐をここ外して、そのまま座らせることができるから、いいですよって言ってくれて、で、リュックとかってなんか物入っててゴツゴツしてたら、そのまま座らされへんやんか、背中がゴツゴツしてるから。だからそれ聞いて、ああ、ほんまやなと思って、なんかもうめっちゃいいアドバイスもらったと思って、なんかこういうぺったんこのやつだけ探して、今回これを買ってみました。で、中に入ってるものは、この、まあ、実際にこうやって着せるやつと、ここにあのここにかける2つと、あと前によくリュックとかであるやん、この前にこうプチってやつで、ここに1つと、あとこの紐と、あ、これついてる。で今ちょっとライちゃんが下で遊んでんねんけど、これ実際にほら私の手首につけるやつです。どうしたライちゃん、うん、ちょっとライちゃん見せてあげて、みんなに、うん、な、そう、これな、ライちゃん歩くの大好きやからさ、これさ、これどうかな、じゃあ実際につけてみようと思います。どう、ハチさん、ほらつけてみようか、どう、はいはい、背中どうやろう。まずちょっと長さがな、一応長い長さ調整できます。はい、長さ調整できます。はい、で入れてみて、はい、左も入れてみて、おお、はい、はい、ほんで、あ、かわいい、ハチさん、ハチさんかわいいね、前の、あ、あ、いい感じじゃない、これな、はい、で、これはどうかな、これもうちょっとじゃあ調節して、長さ調節して、うん、はい、もうちょっと調節して、そう、別にきつくない、うん、きつくない、うん、こんなもんかな、あ、いい感じやな、うん、今んとこいい感じ、きつくなさそう、はい、ほんでこの紐を、この紐ここにこういうのがついてて、で反対側はこんな感じ、はい、うん、じゃあここにつけて、ついた、あ、か、うん、かやな、かな。はい。ほんで、これ何に使うやつや？これは、
これはあれか、ライちゃんの、ライちゃんの手首と私の手首につけるやつってこと？はい、この黄色いやつはお互いの手首につけるやつで、このリュックにつけるわけではない、ないっぽかったです。なので、私の手首につけて、結構これつけるの手間取ったわ。はい、ちょっと左ですか。やと思うけど、はい、こんな感じでつきました。はい、こんな感じ。あ、なにこれ、なにこれ、なにこれ。あ、いや、そうやな、どうかな。これはちょっともしかしたら、今は早すぎるかも。もうリュックのやつで十分やから、これはしない気がする。あ、はい、あ、外しちゃったしかも。シュルンって抜けた手首から。あんまりきつくしたらきつくしたら、なんか、あれかなと思ったから。あれや、あれやけど。ん？遊んでんの？じゃあこれはもう使わないね。まあ一応持って行きはするけど、これは使わずに、この八三のリュックのやつだけ、使うってことでしょうか？な、そうしよう。これちょっと、これちょっとなんかジャリジャリがめちゃくちゃくっつくし、ちょっとこの手首のやつはなんかやりづらい。誰かにこうやってくれたら、装着してくれたらいいけど。はい、前から見た感じはこんな感じです。ちょっとこれがあるから見えづらいけど、前にもね、こういうのがあって、はい。はい、後ろも見せてもらおうか。はい、後ろから見たらこんな感じです。すごいかわいい。でさっきソファーに座ってる時も、アドバイスもらったみたいに、このね、ぺっちゃんこでリュックじゃないからそのまんま座って大丈夫やから、座らせる時はもうこれを外したらいいだけで、すごい楽そう。いいやん、めっちゃ可愛いと思う。で本人もこれに関しては、さっきの黄色い手首のやつはすごい嫌がったけど、これはもうなんかつけてるのも知らんっぽい感じだからいいかな。一回これをつけさせてしまえば楽かも。まあ子供によるかもしれへんけど。あ、いいね。うん、はい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 、これもね、はい、はい、これもいこうか。はい、うわー、いいね。もしかしてちょっと気づいた？気づいたかな？はーい、はーい、どうでしょうか？はーい、はい、今日は赤ちゃん用のハーネスを紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。西オーストラリアのカルグリーからマナティとライちゃんでした。ライちゃん協力ありがとう。はーい、なかなか使いやすかったです。はい、どう？はい、バイバーイ。